本当にあの素直に嬉しいです。まあ、こうして僕がこの1位になるってことは本当に想像していなかったんで、本当にその投票してくれた皆さんのおかげだと思っています。ありがとうございます。チームの目標である J1 昇格を目指して、チーム全体でみんなでハードワークして頑張っていきたいと思います。そして、まあ、あの5連戦が今後も続いていくので、まあ、チームとしてこう乗り越えていけるように、頑張っていきたいと思いますので、今後とも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。僕は地元出身という少し有利な状況もあってこの順位だったのかなと思うんで、でまあその結果としては全然チームに貢献できない状況が続いてると思うんで、まあ、これからしっかり結果出してその、まあ、2位という偉大なポジションに恥じぬようしっかりプレーしていきたいと思います。ありがとうございます。この度あの総選挙投票ありがとうございました。皆さんのおかげで、ランクインすることができました。ありがとうございます。まあ、今後として、まあ、少しでも上に行くためには、ゴールやアシストが必要なので、そこはやっぱ僕前線の選手として、結果を求められますし、そういうところで、チームに貢献したいと思います。よろしくお願いします。おろな、待って、ちょっと何ですか、何でしょう、行くんじゃん、行くじゃん。お疲れです。なんとか大陸みたいなやつか。ちょっと撮ってください。あれ、週間発表1位の高杉バカにして選手、お疲れ様です。めちゃめちゃ上から来るじゃん、最終結果。いや待って、結果もな、なかなかないよ。まあ、だってあれ、俺人生あのサッカー続けてきて、あんな股抜いて決めることなんかまずなかったからね。見たこともなかった。な、いや見たことあるけど、俺が決めたことはないから。こんな何十年サッカーやってきて、それをお前あの大舞台でやってのける。初ゴールで。簡単なチャンスを暗算外してきて、あれを決めたというか、なんというか、言ってんのかな、これは。インタビューニコニコやったしな、な、あんなゴールでな、恥ずかしかった俺は。いやもう